仕事の時間だぜ。ようこそベルベットルームへ。合体を行うのですね。そのペルソナはすでにお持ちのようです。強化をご所望ですね。ご覧になり登録できるペルソナはいないようです。ご覧ください。ご覧ください。登録できるペルソナはいないようです。合体を行うのですね。ではご武運を。オーケー、潜入開始だ。気を引き締めていきましょう。ペルソナシルキーアルセール、カハク、ピクシー、ハイピクシー、来い。ペルソナピクシー、ハイピクシー、アンドラス、ハイピクシー、行くぞ。アンドラス、ベニス、シルキー、アルセール、カハク、ピクシー、ハイピクシー。タあれは何かしら。よし、このままドーンだ。暴いて。なんだ、チャンスだ。一気に行け。やってしまうぞ。決死はあと少しだ。畳みかけろ。せっやっ。楽な戦いだったわ。この調子でゴーだ。一気に行くわ。やっぞー。まだまだ来るぞ。力を温存しておけ。よし、あと少しだね。一気に倒しちゃおう。かけろ、ヨハンナ。楽勝楽勝。次もうまくいくといいね。どう、寝寝物見せてやれ。すぐに来るぞ。この勢いで潰してしまえ。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。今よ、追い詰めた。このまま片付けようぜ。はっ、やっ、当たれ。これで終わり。ちっ、余裕すぎ。歯ごたえ切り捨て。はっ、やっ、ちっ、ここはペルソナで蹴散らす。ウィン、ナイスヒット。続けてやってしまえ。余裕の勝利ってやつだな。どんどん進もう。
シャドウがいるぜ。気をつけろよ。もう一人の私。ちょっと待って。これで終わり。たっやっ。はっ。お願い。邪魔しないで。一緒に倒す。倒す。敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。あれ、終わったのか。あっけないな。うん、次も頼むぞ。あのシャドウ狙えるな。敵は大慌てだ。今よ。勝利も確実だね。終わりが近いな。片付けてしまおう。やっ。よろしくね。よし、頼む。頼られた。我が輩の出番だな。オッケー、やるわ。この辺りなんかあるぞ。シャドウは気づいてないぞ。行ってしまえ。これってチャンスだよね。みんなで押し切ってしまいましょう。敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。相手になりません。次も頑張りましょう。こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。シャドウがいるわね。慎重に行きましょう。出てきなさい。こりゃ楽勝かな。油断はしないでね。やっ、みんなで殴ればすぐに済む。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。うん、余裕だったわね。しゃあ、この調子で行こうぜ。こんなものか。やっ、これで終わり。倒すぞ。悪く思うな。我が輩たちの力を見せてやろうぜ。よし、決断。ベルトだ。ヨハンナ、いいぞ。スキルヒット。任せるわ。我が輩に任せろ。振動を渡す。はっ、フォーク。このぐらい楽勝だよ。この調子で進むぞ。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。
変身変身やっ警戒度高し、うかつな行動はダメだからな。騒がしいな。結構警戒されてるっぽいぞ。何かあるようだ。警戒度高し、うかつな行動はダメだからな。これが私の本気です。最大火力来たれ、撃ちます。お願いします。任せて、ペルソナ当たれ。ああ、我々の業界では、騒がれる前に仕留めるぞ。私も頑張るね。ペルソナで変わって。任せろ、ペルソナ。ジャックランタン食らえ。ナイス、ジョーカー。弱点にヒット。心臓は見事だ。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。はっ、せっこい。ハイピクシー、アンドラス、ハイピクシー。はっ、はっ、耐えが弱点。奪え。強いけど頑張れ。ペルソナ、ジャックランタン。敵の攻撃が来る。みんな備えて。このまま行こうぜ。ソナの追い打ちが決まった。変身。当然だ。強敵だな。ペルソナ気合い入れていけ。ソロソナのスキルいい感じ。もっともっと私にやらせて。成長してる敵がいる。風化確熱で追撃だ。どうだ。ご覧あそばせ。ごまかせするね。やってみる。やっ、ソナの体力がやばい。これがもう一人の私。超敵撃破、さすがだな。ご苦労さんだ。さあ、先を急ごう。あれはシャドウ。どうしよう。これで終わり。さっさと消しましょう。全力で叩く。まだたくさんいる。ペースに気をつけて。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。今よ。よろしくね。はい、感謝します。それよ。遠慮しません。ボイザーバコ、よく楽勝だって。やっ、せー、それ。ふっ、せい。はっ、あっという間だな。暇すぎて眠くなる。よし、どんどん行こう。ねえ、あの宝箱を開けてみない？
さて、それ調べてみない？撃ちます。戦闘開始だ。よし、やっちゃいましょう。過ぎてあくびが出るぜ。どんどん進もう。うん、お疲れさんだ。の時間だぜ。役に立つぞ。誰のにするんだ？誰のにするんだ？これでいいか。お買い上げだな。何個欲しいんだ。これでいい。ご利用サンクス。ほう、何個欲しいんだ。それはそうと。つけておこう。来たはいいけどよ、本当にここでいいのか？間違いない。鳥かごに触れた時と同じ感覚がする。まさかこんな形で母校に戻ってくるなんてね。そりゃそうだろ、まだ半年も経ってねえし。でもアリスが囚人の出身だなんて全然知らなかった。私もよ。生徒会長として囚人出身の有名人は把握していたつもりだけど。決したい過去だったのだろう。どういうこと？取り替えて聞いた声、悪に満ちた言葉の刃、悲痛な叫び、いじめをする側だったのか、される側だったのか、それはわからないが、ここでの体験は奴の心に深く大きな傷を残した。その存在さえ許さないことに、
囚人がその舞台だったというわけで。だから秘密の部屋か。とにかく鍵ってやつを探そうぜ。こっからどうすりゃいいんだ。隔離されててもここは渋谷ジェイルだ。エマにキーワードを入れれば同じように入れるはずだ。よし、行ってみるか。お前ら準備はいいか。行こう。キーワードはワンダーランド。キーワードが入力されそうしました。ナビゲーションを開始します。教室か。これが学校というやつか。ネットで見たのと随分違う。かなり認知の歪みが強い。一体どうなって。ちょっと、あれ、ゆる、いつまで泣いてるわけ。まあ、まだ浄化王として彼のこともそうやって騙したんでしょう。違う、私はそんなこと。何これ。うざ、ほんとキモい。なんであんたみたいなのがノーノーと生きてんの。場所も変化している。ここは牢の中か。話は後、来るわよ。みんな気合い入れてけ。力押しは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。ピクシー、カーッ、アルセール、シルキル、セリー、アンドロ、ハイピクシー、強烈だ。弱点の重力を連れて攻めろ。
大作戦くらえ。意味動きだったわ。何だ、あえぇ、ー、私の本当の勝者なんだろうか。やっとえぇ、遠慮しようしなくて。やっと、はいはい、やらー、この通りだな。気合い入れていけ。よっよっ、こいつ近づくのは危険よ。一度距離を取りましょう。助かりました。やっ、遠慮しません。こいつ手の愛、気をつけろ。よっと、はっ、お願いします。我が輩に任せろ。それ、ありがとう。スピードアップ、みんな頑張るな。あっ、弱っ。ここでペルソナだ。やってみる。こいつはバッタレ、あんたがゴキブリだ。地味すぎて気づかなかった。アリスの皮肉なのかな。過去にこうやってアリスは、さっき教室でもひどいことを言われてたよね。出身校をネットから抹消していたのか。やば、これが理由か。任せて、続きます。やっ、やっ、やっ、せー、ノール、続けて決めた。早くいったね。ほうで、やってみる。はっ、せ、やっ、決しろ。はっ、やっ、敵が力をためてるみたい。能力変化に気をつけて。それでどう、うん、炎の体力がやばい。やっ、はっ、やっ、こいつ手狭い。気をつけろ。くらえ。私にやらせて。うん、ノールのスキルがヒットした。どんどん行くよ。みんな、ごめんなさい。クイーン撤退。回復はできそうか。
ハイピクシー食らえ。おお、やるじゃねえか。せや、さすが鮮やかだね。火炎が弱点、私弱いけど頑張れ。うん、頑張れ。よし、パワーアップだ。ありがとう、遠慮しません。ヘルソナ、アンドラス、フェニック、シルキー、アルセーヌ、カハク、ピクシー、ヘルソナ、行くぞ。この力で、さ、ジャックラ、ハイピクシー、ヘルソナ、お呼び通しだ。ヘルソナ、来い、奪え。弱点に引っか、頼りにしてるね。ノーアル、体力少ない。はい、うかっ。強敵だな。気合い入れていけ。カハク、アルセーヌ、カハク、アルセーヌ、シルキー、フェニス、アンドラス、ハイピクシー、ジャックランタ、ピクシー、これで私にやらせて。うん、頑張るね。はっ、よっと、やー、それ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらやばいぞ。お相手いただけますか。覚悟、フィニッシュ。今のはいい感触だったかな。お、かっこいい。ヘルソナ、ヘルソナ、鍛え、ご覧あそばせ。これもまた私、あんた告白とかしたんだって。ほんとキモい、キモい、キモい、キモい。鍛え、魔力封じて調子乗ったの。あんたが彼と釣り合うわけないでしょ。だから私が奪ってあげる。奪う、恋愛のもつれがいじめの発端となったと。こんなの一方的すぎ。ただのアリスのひがみじゃん。敵弱ってきてるぞ。いじめっ子を懲らしめてやれ。敵が回復しようとしてる。食い止めろ。ジョーカー、体力大丈夫か。行くぞ、アンドラス、ハイピクシー、ジャックランタン、ピクシー、この手で行く。引っ張れ、ディフェンスアップ。ヘルソナ、この力でサポートは任せろ。ジャックランタン、ハイピクシー、はっ、はっ、いただいていく。さすがジョーカー、紙一重だ。食らえ。ナイスジョーカー、弱点にヒット。クラルケ、かっこいいじゃん。奪え。はっ、来い、いただいていく。ジョーカーの追撃がヒット。奪え。カエが弱点、強いけど頑張れ。いやいや、せっ、はっ、せい、行くぞ、アンドラス、ハイピクシー、ジャックランタン、ピクシー、これでの攻撃力が上がってる。まともに食らったらやばいぞ。これだな。うまい。
ところで。ジョーカー、そんな、ジョーカいると空気悪くなるんだけど、みんなの迷惑なの分かんない？さあ、どうなってんだよこいつ。いきなり姿が変わりやがった。場所も変化している。ここは牢の中か。話は後、来るわよ。みんな気合い入れてけ。力押しは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。はい、はっはっはい、いただいていく。ハイピクシー、やっ、奪え。はっはっはっ、真空弱点。あんた陰キャのくせに男に色目使ってたっしょ。超絶キモーい。こいつ一体何なの？わかんない。でもすごい嫌な感じの敵だ。つか何なんだよこの部屋は。鳥かごの鍵があるんじゃねえのか。鍵は絶対ある。ここのどこかに隠されてるはずだ。このままだと探すこともできないわ。まずは目の前の敵を倒しましょう。撃つぞ。役に立つぞ。たーよっはっ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。イエイ。パワーアーサー見てるとイライラするんだよね。役人なのために死んでくんない。おぐれを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。うぐっ、そこか。あいつオーケー。次やってるのついたな。パンサーまだいけるぞ。すごいな、パンサー。強敵だな。気合い入れていけ。おれ燃やしてあげる。敵の反応消失。こんなこと。こいつワープで移動できるのか。身内に警戒しろ。ワープだ。やるわね、ナビ。しばき倒す。あいつやっていいか。オーケー。ぶっ叩く。敵が力をためてるみたい。能力変化に気をつけて。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。まだまだ。スカルが続けて決めた。わかった。ゲットレディ。こんなもんかな。彼が弱点。強いけど頑張れ。危ない。ワープで不意打ち狙いかよ。いかねえぞてめえ。はっ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。強敵だな。気合い入れていけ。もう、あいつやっていいか。オーケー、ぶっ叩く。マイゾーソフィー、弱点にヒットだ。カルベン、やけどするよ。えい、ちょっと助かったぜ。こういう時は挨拶。モンスターの体力に注意だ。やけどするよ。すごい。よし、これで続くぜ。ナイスだナビ。あれ、あんたがこっち来てるんだ。
地味すぎて気づかなかった。ガチだからね。これ、え、アリスの記憶なのかな。バトンタイム。過去に、やってアリスはこれで。さっき、教室でも被害者と言われてたよ。出身校をネットから抹消していたのは、やはり、これが理由か。せっはっ強敵だ。うわお、めちゃくちゃ暴れてんぞこいつ。近づくのは危険よ。一度距離を取りましょう。よっ、くらえ。今だ。せっはっせい、うまい。くらえ。くらえ。あざっ、まだ敵の攻撃力が下がった。こいつってもあい、気をつけろ。あいつは任せてくれ。じゃあ行く。彼のスキルが炸裂だ。ま、当然だよな。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。ダーリア、頼んだぜ。わかった。えい、やけどするよ。燃やしてあげる。あいつは任せてくれ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。うらっ、どけよ。これでしょ。はい、ありがとう。隠しただけど電撃品がないから注意な。ダーリア、任せて任せて。よっ、踊れ。終わりにしようぜ。これでとどめ。よし、しない。タッ、 It's showtime。 あんたのハートいただくね。素敵すぎるぜ、パンサー。あんた告白とかしたんだって。ほんとキモい、キモい、キモい、キモい。イラケついて調子乗したの。あんたが彼と釣り合うわけないでしょ。だから私が祝ってあげる。しまえ、任せろ。チャンスだ。恋愛のモチベがいじめの発端となったと。こんなの一方的すぎ。ただのアリスへのひがみじゃん。敵弱ってきてるぞ。あたりいじめっ子を懲らしめてやれ。えい、よっしゃ、やっと倒せたぜ。待て、何か様子が。んだよこれ。何？よし、新技やったじゃん。何だったの今の振動。今ので鳥かごの施錠が解けた。これで中に入れるぞ。マジかよ。さっきのやつが鍵を持ってたみたいだ。さしずめ、あれは鍵を守る番人だったということか。番人、アリスの記憶、鳥かごを開ける鍵。アリス自身じゃなく何ブツブツ言ってんだよ。いや、パレスとはいろいろ違うと思ってな。確かにパレスにはこんな部屋も鍵を守る番人もいなかったよね。先に進むほど謎が増えてる感じね。ソフィーがいなかったらここにもたどり着けなかったよね。私は役に立ってるか。うん、バッチリ。褒められた。ふん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 。ま、あれこれ考えるのは後にしようぜ。これであの中にも入れるようになったんだ。そうだな、
我が輩たちがやるべきことは一つ、予告状を出して願いを取り返すぜ。さてと、あとは予告状を出すだけだな。内容どうするよ。狙うのはアリスに改心された人たちの願いだよな。じゃあお前が奪った願いを頂戴するとでも書けばいいんじゃね。ああ、お宝と同じ理屈が通じるならそれで実体化するはずだ。実体化すれば盗み出せる。盗み出して被害者に返してあげればみんな元に戻るんだよね。ねえ、そしたらアリスはどうなるのかな。そりゃ当然改心して罪を告白すんだろ。いや、そうとも限らない。今回盗むのはキングが人から奪った願いだ。パレスでやったように本人の欲望、お宝を盗むわけじゃない。アリスが改心するかは正直わからん。被害者を助けてもアリス本人が改心しなければ堂々巡りね。だが予告が成功すれば願いが現れるのはあの鳥かごの中だ。そこでアリスのシャドウと出くわす確率は高い。派手に鍵を壊したしな。説得するなり拳で語るなり、シャドウを通じて改心させる機会はあるんじゃないか。なら行こう、正面から。あ、ごめん、みんなを危ない目に遭わせちゃうかもだね。だからもしよかったらなんだけど、私被害者の人たちと一緒にアリスの心も救いたい。アリス言ってたんだ、苦しんでる誰かの光になりたいって。それテレビで言ってたやつだろ、本心かどうか。ううん、今ならわかる。いじめられてた過去があるから出た言葉だってね。あの部屋で見た光景ってアリスのトラウマなんじゃないかな。トラウマ？過去の辛い経験や出来事で生まれた心の傷かな。心の傷？もしかしたらあのトラウマがジェイルができた理由なのかも。トラウマが原因で心が歪みジェイルを生んだか。パレスと似てるな。ありえない話じゃないぜ。だがそれが今のアリスの行動とどう結びつく。多分だけど自分を蔑んでたタイプの女の人に復讐してるつもりなんだと思う。目の前で男奪ってみせるのが復讐かよ、えぐいな。それだけにしちゃ規模でかくないか。被害者の数半端なかったぞ。誰にも邪魔されないからどんどんエスカレートしちゃったんじゃないかな。キングになって歪みが増したのかもしれないし。もしそうなら私アリスを何とかしたい。心が歪んだのなら思い出させてあげたいの。誰かの光になりたいって気持ち、結果がどうなるか分かんない、分かんないけど誰かがアリスの目を覚まさせなきゃ。このまま放っておくなんてできない。アンドの そんなことないよ、ちょっと叱ってやりたくなっただけ。分かったわ、やりましょう。もちろん異論はない。だがもし戦いになったとしても命を奪うことだけは避けなくては。うん、それだけは絶対にダメ。説得できりゃ一番なんだけどな。ねえ、今回は私に予告状を書かせてくれない？あいつにバシッと言ってやりたいの。任せて。予告状か。私に手伝えることはあるか。じゃあ決め台詞はソフィアにお願いするね。よし、じゃああとはどう渡すかだな。そこは私に考えがある。せっかくの怪盗団復活祭りだ、ド派手に行かなきゃな。いいか、
とにかく。ようこそ。どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？迷ってるのか？迷ってるのか？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。これでいいか？装備するか？お買い上げだな。これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。これでいいか？装備するか？お買い上げだな。これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。これでいいか？これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？タイムセール中だぞ。何個欲しいんだ？これで役に立ててくれ。これで役に立ててくれ。何かしら。よし、いけそうね。タイミングは任せるわ。優位に立ってしまえば本当楽勝だな。交代だ。やってみる。はっ、ズッケチラ。追い詰めた。やっぱまま傾けようぜ。当たれ。はっ、ズッケかけろ。ヨハンナ、こいつはバコ。当たれ。楽勝だって。くらいなさい。お見通しだ。タッハッハッハッスッヤッハッスッヤッヤッヤッハッ。終わったね。それじゃ行きましょうか。ハッ、気をつけろ。シャドウが近いぞ。タッ、まあまあの収穫だな。タッ、ここからなら奇襲できるわね。見て、敵が慌ててる。殴ればよー、やってしまえ。おねみに染みたでしょ。この技、早く試してみたいわね。このぐらい楽勝だよ。この調子でゴーだ。これで終わり。タッ、タッ、行きます。オーケー、倒す。せーん、スッ、ヤッ、タッ。ラクイーンの追撃が炸裂。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に傾けてしまえ。余裕の勝利ってやつだな。
じゃあこの調子で行こうぜ。解除する。これってピンチじゃん。気にしてらんない。なんとか切り抜けよう。せっやっヨハンナやっせっ。モナのターゲル群が低下してるよ。終わりが見えたかな。これでどう。思いっきりやっちゃおう。せーい。やっはっせっ。楽な戦いだったわ。うん、次も頼むぞ。逃がさない。よし、ボコボコにしてやれ。パパッとやっちゃいましょう。これが私たちの力。見ろ、この鎖上の方につながってる。施錠が解けて落ちてきたみたいだな。これを渡れば願いのある鳥かごまで一直線だ。おい、そっちじゃないぞ。はっはっやっはっはっやっ。奇襲、いけそうだな。一気に行くわ。おお、チャンスだな。油断はしないでね。あと少しだ。一気にやるぞ。やっはっやっはっ。よし、新技だね。おめでとう。調子で進むぞ。よかった、誰もいない。こんな。
うっし。役に立つものだといいけど。気づいてないぞ。やっちまえ。そうだぜ。チャンスだ。一気に行け。うん。勝利は確実だね。終わり。よっ。まだいんのかよ。よっ。せい。くらいなさい。はっ。せっ。敵はあと少しだ。畳みかける。せっ。こいつはバコ。楽勝だって。相手になりません。よし、どんどん行こう。うん、大丈夫。そこなら気を抜けるかも。さてと、